皆さんこんにちは。今回はスターバックスさんの12月26日に発売されたあずきなこわらび餅福ラペチーノとあずきなこ福ラテをご紹介します。まずはあずきなこわらび餅福フラペチーノです。こちらは2020年の福を願うあんこときなこのフラペチーノということで、サイズはトールのみで590円となっています。コーヒーベースのフラペチーノにあんこソースをブレンドし、わらび餅、きなこと合わせ、ホイップクリームとカリッとした食感のフリーズドライ小豆をトッピングしました。ストローで楽しめるわらび餅のもちもちとした食感もお楽しみくださいということで、見た感じはそんなに小豆も多くなく、中にきのこが入っているのが見えますね。そこの透明部分がわらび餅になりますね。わらび餅が吸えるぐらいまで柔らかくしたっていうことで、専用ストローで、大きめのストローがついてきます。そこのわらび餅部分をスプーンで揚げようと思ったんですけれども、なかなか逃げてしまって揚げることができませんでした。味はアイスの、小豆バーのような味で、小豆の味がしっかりあって、きな粉の味と混ざって小豆が好きな人には好みだと思います。次は小豆なこ福ラテです。こちらもフラペチーノ同様、2020年の福を願うあんこときな粉のラテということで、今回はショートサイズを試してみました。あんこときな粉が優しく溶け合ったリッチなエスプレッソにスチームミルクを注ぎ、フォームミルクを丁寧にトッピングしました。そこにきな粉があるのでよくかき混ぜてくださいということで、よく混ぜて試してみたいと思います。味はフラペチーノほど小豆は強くなく、きな粉の味の方がきついかなっていう感じでした。子供は小豆が少し苦手なのですが、フラペチーノは結構小豆の味が濃いみたいで、ラテの方が好みのようでした。興味があれば皆さんも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。